日本とコスタリカの関係では、日本とコスタリカの関係について概説する。中日コスタリカ大使館ドア日本とコスタリカは1935年に外交関係を樹立したものの、第二次世界大戦中の1941年に、コスタリカが対日戦線したことにより、国交が断絶した。その後、コスタリカに居住するわずかな日本人は拘束され、 アメリカの強制収容を経て強制送還された。しかし、日本が主権を回復すると1952年に外交関係が復活した。なお、両国は現代において軍隊を放棄した国としての共通点が存在する。1974年以降、国際協力機構はコスタリカへの支援、協力のため600人近くのボランティアを派遣し、 地熱発電所の開設に最新2億4000万ドルを寄付している。また、日本はコスタリカの主要援助国である。2017年度にはコスタリカに対し3897万ドルの経済支援を行っており、これは続く米国の954万ドルやフランスの445万ドル、ドイツの七十二万ドル、韓国の八十四万ドルを大きく引き離して、 金額で第一位であった。一方でコスタリカはクリーンエネルギーに関する指導国であり、エネルギー政策の多様化を日本に支援している。貿易面では対日輸出が427.6億円、対日輸入が307億円となっており、コスタリカ側の黒字が続いている。輸出品としては医療機器や特産品である熱帯フルーツ、コーヒー、 医薬品が多い。日本からの輸入には自動車製品が大きな割合を占め、ついで石油製品や携帯電話などである。しかし、コスタリカにとっては輸入、輸出ともに最大の貿易相手国はアメリカ合衆国であり、ついで中南米諸国や中国が並ぶ中、日本は輸入面で第4位の貿易相手国に止まっている。外交面ではコスタリカと日本は自由主義、 民主主義、資本主義、平和、軍縮、法の支配、環境等の基本的価値を共有する国際社会におけるパートナーであり、国連をはじめとした国際機関において協力を深めている。コスタリカも加盟する中米統合機構に日本は生きがいオブザーバーとして参加した経験があり、両者は1995年より毎年政策協議を実施している。 さらに、日本とコスタリカは、中南米とアジアの36カ国が参加する、中南米アジア協力フォーラムのメンバー国でもあり、2015年には、外相会合が、サンホセで開催され、日本からは、中山副大臣が参加し、アジアと中南米協力進化に向けた、サンホセ宣言が採択された。フェデリコ・ボリオ、ゴンサレス・ジェームズ・ W ・フルニス・セグレダ・ヘルマンがゴペレス。 ハイメボテー・ブレネス・ガストン・コガン・コガン、アルフレド・ウルトゥーニョ・ビクトリー・アントニオ・ロブレス・オレムノ、ペドロ・ゴエナガ、エルナンデス・クリスティナ・ロハス・ロドリゲス・リカールドアルベルト、セケーラ・ラミレス・アレクサンダー・サラス、アラヤ・マリオ・フェルナンデス・シルバ・アルバロ・アントニオ・セデーニョ、モリナリ・ラウラ・マリア・エスキベル・モラ・アレクサンダー・サラス・アラヤ。ありがとうございます。